問4、憲法改正について。憲法改正をなぜしなければならないのか。それは今の憲法に不備がある、もしくは時代にそぐわなくなってきているからなんです。決められる政治を果たすためには首相公選制を導入し、二院制から一院制への変更、また地域主権型同州制を実行していくためには当然のことながら憲法改正にも手をつけなければならない。これは当然の課題だと私は思っております。しかしながらその憲法の改正要件を変える、いわゆる緩和するという考え方についてはよくよく慎重に考えなければなりません。我々は歴史認識というものに対して軽く扱っているわけではございません。今の憲法というものが96条によってかつての軍国主義から今の平和主義、そして民主主義、国民主権、これらを守る一つの支えとなっているという事実は私どもは十分認識しているところでございます。簡単に憲法が変えられる、憲法というのは国家の基本法であります。ですから私どもはそれが要件が緩和されるということには慎重に重ねていく中で、私自身その意に関しては議論は十分していくため、参議院として良識の府で議論をしていこうと思っております。しかしながら積極果敢に96条の改正に対して手をつけるのではなく、まず私の信念はその96条憲法改正の前にやるべきことがある。みんなの党がよく主張することです。増税の前になすべきことがある。今するべきことは憲法改正ではなく景気を回復し経済のシステムを変えていくこと、規制改革を進めていくことこそが最優先であると私自身認識しているところでございます。